こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、キリンが来る、第35話、吉明迷いの中でいきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。いや、今日もう迷いまくってましたね、吉明さんは。迷いまくってるな。出るたびに泣いてましたね。号泣してましたからね。いやーしんどいとこだな。いや、そうですね。普通にね、こうお坊さんやってたところからね、あなた将軍です言われてやってきて。いや、本当だよね。並みこう戦国武将たちがね、戦はするし焼き討ちするし、ね、身近にはモンスターいるしねそうですねそうそうそう、いや怖えよ。あ、大変です。もう今週も、はい、はい、7分ぐらいのところ、あの、はい、明智さんと木下さんの、うん、ちょっとずつやっぱね、この2人はね、やっぱすれ違い始めるんですよね。で、それがね、すごく良かったんですよね。あの、木下さんがね、狂気というか、だんだんしたたかさというかね、がどん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 見えるように、なってきて、で、それがね、広がってきたというか、いろんなところにね、影響を及ぼすようになってきてね。そうですね、なんかこう重みを持ってきたというか、なんかこう、ね、一階の足軽だったところから、うん、なんかこう、武将になってきたというか、うん、っていうところの表現を感じられましたよね。そう、あとね、僕一個思ったのが、光秀の衣装なんですけど、なんかこう、色味がね、すごく濃い色味になってきたんだなと思ってて、だいたい青系のちょっと淡い色味だったと思うんですけど、そう、今回すごく濃いブルー、濃紺のような色になってたんで、なんかそこでもちょっと表現されてるのかなって、こう、なんかやっぱ焼き討ちを超えたところ、うん、なんかこう、せいだか合わせ飲むじゃないですけど、理想だけは言っていられなくなってきたところっていうのが表現されてたのかなってちょっと思いましたね。はい。15分ぐらいのところ。はい。来ましたよ。将軍様と、おこまさんの、シーンなんですけども。そうですね。滝藤さんと門脇さん。そうそうそう、将軍様がね、机をね、バーンって立って、すごくそれが、もうそれもすごいいい衝動なんですけど、うろうろして、で、その後、ね、自分でこう、ね、首をやって、首を絞めてくれのところ、でもなんかその首を絞めてくれって、コマさんに頼んだところももちろん良かった、良いんですけど、ね、その時に逆に、この、ね、滝藤さんの、体のね、反応というか、体がクッと力が抜けてですね、昔の、優しい頃の体というか、に近い反応に戻るんですよね。本当にね、そこはね、素晴らしい、それすごいですよね、その。なんだろうね。怖いよね。うん、体のコントロールできるというか表現できるっていうのは、それすごいところですよね。怖いよ。うん。素晴らしい感受性なんだろうけど。そうですね。まあ、その、どうやってそれを引き出してるのかっていうのは、まあ、わからないですけど、いや、すごいところですよね。素晴らしいと思いましたね。まあ、何かをね、使って引き出しているんでしょうけど。この追い詰められながらね、なんかこう首を絞めてくれっていう、なんかね、殺してくれって、殺してくれの時に昔に体が戻るっていう、そうですね、あれでもそう、表面上殺してくれっていう言葉を出してるけど、でもあれ助けてほしいっていうね、そうなんね、ですよね、素晴らしいと思いました。で、まあ、こっちも素晴らしいんですけど、23分の方、はい、足を切られながら、うん、明智様のところなんです、明智さんのところなんです、うん、将軍様のところに行って、明智十兵衛でございますっていう、ところ、素晴らしい強い行動でしたね。で、その後の、説得の試合というか、やり合いの中で、明智さんはね、ずっとこう説得するんですけど。もうそれもね、素晴らしい強い行動でしたね。シンプルで、芯のある、すごく強い、太い交流でしたね。と思いました。素晴らしかったです。
そう、ここであれですよね、3年前にこの襲撃されて、ね、2人でゴーみたいなところに入って、うん、穴の中に入って、穴蔵に入って、時の思い出が蘇ってくるんですよね。あれ、素晴らしかったですよね。うん。襲撃を知ってて、そこに飛び込んでいくっていうのもね、ちょっとかっこいいところでしたね。うん、はい。いやー、今回もまたちょっとずつ、ちょっとずつ動いてしまいましたね。うん、で、ね、足利さんももうどうしようもない信長さんとの、ね、うん、ズレというか、うん、果たしてみたいななるんですけど、この後ね、ついにね、甲斐の虎がね、そうですね、包囲を振るんでしょうね。うんうん。そう。あとね、あれですよね、帝に会うっていうところですよね。いや、どうなるのか。ね、いや、ね、楽しみですよね。多分、まあ、坂東玉三郎さんと長谷川博己さんのシーンでしょう。うん、いや、どう描かれるのかも楽しみだし。うん。うん、あと、あれでしたね。銀粉長さんが、うん、素晴らしかったですね。10分ぐらいのところだったんですけど。うん。うん、トキシロの母、中様。まあ、遠慮のない。遠慮のないね。それ自慢してないよって言いながら自慢してるやつ、ね。いや、面白いね。ですね。やっぱでもなんかこう、藤吉郎さんといい、なんかやっぱ分かるね、分かる。そうですね、作ってるっていうのがやっぱすごいよね。うん、面白い。あ、面白いよね。面白いですね。あ、すごいよね。なんかこう、2人で、まあね、まあもちろん台本はもらって、なんかこうやって、見て読んでくうちに、台本をね、台本を読んでくうちに、うん、まあドラマを撮影してるうちに、なんかこの関係性ができたんだろうね、関係性、うん、だってね、うん、2人でね、いるところはあんまりないけど、うん、違うシーンで2人違う人が出てきてるんだけど、あきっと、あ、確かに親子だわって思っちゃうもんね。そうですね。すげえよな。うん、うん。さすがだよね。そうそうそう。いや、そうですよね。まあ、多分あれですね、銀部長さんの方で佐々木さんのシーンを見て、多分作ってる部分がきっとあるんだと、ね、おそらくそうなんだろうね。思うんですけど、そう、あ、親子だわって思うような。本当だよね、めちゃうまいよね、やっぱね、だからね。うん、なんですかね、その人に近づいていく感じ、距離の詰め方とかっていうもの、そう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 、そうですよね。エネルギーとか、ね。いや、そうですね、そうですね。うん、エネルギーそうだな。うん、似てるよ。そう、すごくね、親子のように感じますよね。あ、感じる、すげえ。うん、楽しいですね。というわけで、キリンが来る第35話でございました。はい、ありがとうございました。です。はい、この動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ます。